さて、じゃあ次は強奪ミッションかな。先に薬だけ買いに行きましょう。さあ、足りないもん補充は完了なので、では強奪ミッション行きましょうか。アイテムも全部もう集まってますよね。さあ、強奪ミッション、聖なる浪費か。市民軍は王の最も貴重な宝を盗み売却しようとしている。手遅れになる前に修道院から宝を盗み出せ。クローズドでプレイ。さあ、金を盗むかな、金を盗むかな。まあ、どっちにしてもどこにあるか探さんといけないわけですよね。51m 先。あんなところにあんの？違いますよね。あった、まさかのこんなところに。じゃああそこだ。何が起きてるんだ。やつらを想定してやる。撃たれてる撃たれてる。ちょっと待って、エンマ聞いてる、これほらやばいっしょ。ちょっと敵の数が多すぎてやばいっすわ。おお、貸してもらうぞ。戻ってきて戦え。おい、ペースが落ちてきてるぞ。さて、メジュー、つまらんやつだな。しまつらうわけにはいかんぞ。煙みたいに消えたりしない。大慌てで逃げた。くそ、逃げられちまったか。どこに消えやがった。突然消えるわけだな。そんなバカな。この辺りのはずだ。だがどこ。あんなど真ん中なんですね。しないよ。まだ遠くには行ってないよ。目の前にいたはずだ。まあ、これは結構難しいね。削っていきますか。なんてダメだ。どこから気づかれてんかな。上か。ちょっとここ移動がしにくい。はいよー。痛い痛い。
士だったの。はいよ。まだ遠くには行ってないよ。よし。で、お前ここから動くな。あら、ずれちゃう。さあ、バーサークで暴れさしといて。よし、結構数減ったよね。で、バーサークで、おい、誰がジャックを狙ったんだ。一体誰が誰の仕業なんだ。さあ暴れろ。誰かが 3P、 誰がジャックを狙ったんだ。あれ、暴れず倒れたぞ。グルディエ、なんてこった。一体誰の仕業なんだ。落ち着け市民。さあ暴れろ。行かなきゃ。一体どうしたんだ。どうしよう。市民、そこを。頑張れ。はい、はい、OK。 でこっち見てるやつはもういないっすよね。いただきました。あとは逃げるだけだが。何事だ。オッケー、こっちから逃げましょう。聖なる浪費か、クリア。トロフィー水素結合。友愛。国が血を欲していることが理解できてないようだな。我々は自由厳しい時代に。お前らは無法者だ。ギロチン銃で私の義務だ。ウケハ死ね。敵を倒すトロフィーは取ったっけかな。
相手が疲れてきて押し込め捕まえて、よいしょ、しゃべたぞ、お前さんがその姿がお似合いだ、その人を片付けてくれるぞ。さてこれで、デッドキングス全部メモリーはクリアしましたかねですね。さああとは何かやり残しがないかどうかをちょっと見てみまして、はい、ちょっと見てきましたらね、ギロチン銃で5人の敵を同時に倒すっていうやつが、まだ解放されてないトロフィーがあったんですよ。それがラストなので、どこでやるのがいいかな。5人いっぺんに出てくるようなところでしょう。さあ多分ね、ギロチン銃を初めに取ったところで9砲撃つところがあったと思うんですけど、あれが多分一番、あそこで5人いっぺんにまとめて倒しちゃうっていうのが一番やりやすいんじゃないかなと思いまして、メモリー2かな、今再リプレイしてます。あ、リプレイかな、再リプレイっておかしいですよね。リプレイリプレイリリプレイみたいになってますよね。ちょっと遠いな。さあやってきました、風車のところ。トンネル内に侵入者だ。レオンか。でトンネルの方を調べに行って、あ通れない。でレオンのところまで行ったら確か、ギロチン銃がもらえるんですよね。でその後に敵がいっぱい固まってるところがあったはずなので、あっこでギロチン銃をぶっ放したいなというところなんですよね。で、墓嵐たちはレオン、仲間が2人やられたそうだ。でもこの際別に争いごと巻き込まれてもいいんすけどね。はい、巻き散らしてるといい。そこか。はいよ。あ、まさかな。剣が弱い。銃も弱いかな。全然、あ、これはまずいね。全然倒せないやん、これやられてください。うわあ、あるのー。はい、一番弱い剣装備してるんですか。ちょっと勘弁を。シュジュールの和紙とピストルも、ゴールデンバレル
はい、オッケー。はい、仲間が2人やられたそうだ。銃撃はどこからだ。誰がこいつを片付けてくれるか。おい、おい、遠くには行けまい。手出しはしない。はいよ。じゃあレオンを探しに行きましょう。話を信じてるわけだ。こっちで、貴族に会ったことは？金を稼げるんじゃない！はいよ。来るな怪物。俺は亡霊じゃない、マダム・マルコの使いだ。マダム・マルコだって混乱させる気だな。侵入者だ。俺を巻こうとしても無理だな。はいよ。お前よ。ああ、どの時だけは俺が死んだ。はい、オッケー。すごい。まだ混乱しているか。早く隠れないと。慌てるな。俺は主公を探している。サンドニの地下墓地から盗まれた。それは俺の要塞の中にあるよ。後で取りに行ける。どうか。どうやったの？命だけ。こんなに強いやつは初めて見た。それほどでもないさ。どうか。お情けを。どこで訓練を？パリだ。俺は家の裏で練習してる。訓練してくれる相手がいないんだ。自由の戦士はみんなパリにいる。あんたみたいに。母親のマルゴ。マダム・マルゴ。あの人は違う。俺の母さんはモリスコだ。母さんはスペインに戻るしかなかった。だから俺を施設に残したんだ。フランスが安全。さあ、これでギロチン銃がもらえるんですかね。で、カスタマイズ装備武器ギロチン銃を、鷹に変更して、よくやった。あまり調子に乗るな。そこですよね。射抜いて、悪くない。どうでしょう。オッケー、恐怖政治ゲット。
まあじゃあ今回はこの辺で。お疲れ様でした。